僕ね、いろんなところにこう食べに外食とか、今一人やからね、いろんな外食行くじゃないですか。でも外食行ってもね、結局僕いつもここ行ったらこれ、ここ行ったらこれってもう決まってるんですよ。なんかもう他のやつ食べへんのですよね。なんか決まってまうんですよね。そんな歌です。天津飯と餃子と言います。いつも外食に行くと同じものを頼んでしまう。もちろん最初から決めているわけではない。メニューもいろいろ見て何を食べようか考える。あれもいいな、これもいいな、でも結局同じものになる。松屋では焼肉定食、サイゼリヤではミラノフードリア、丸亀製麺では冷たいとろ玉うどんの波、そして王将では麻婆豆腐や唐揚げも食べたい。エビのチリソース酢豚も食べたいのに、悩んだ挙句結局最後に注文するのは天津飯と餃子ドゥ。天津飯と餃子ドゥ。最近も2つはよかったけどね。スーパーの買い物でも同じものを選んでしまう。もちろん最初から決めているわけではない。惣菜もいろいろ見て何を食べようか考える。あれもいいな、これもいいな、でも結局同じものになる。昔ながらコロッケ、イオンではナスの肉挟み揚げ、ライフではゲソの天ぷら、万代ではチキンの照り焼き、インスタントラーメンではチキンラーメンも出前一丁も食べたい。ワンタン麺や辛ラーメンも食べたいのに、悩んだ挙句結局最後に選ぶのはバリューの豚骨。マックスバリューの豚骨。そして王将ではチャーハンやシューマイも食べたい。揚げ焼きそば春巻きも食べたいのに、悩んだ挙句結局最後に注文するのは天津飯と餃子と。天津飯と餃子と。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 